おい。僕の顔を見て酔ったそんなに僕に共通するな。まあ気持ちはわからなくもないんだ。ああ幸せさ。何せボルド人の一斉捕獲で僕は大活躍したからな。陛下からお褒めの言葉までいただいてしまったぞ。僕がこんなにも大活躍した矢先に君がそれ以上に活躍してしまったから。絶対にわざとだろう。腹立たしい。ほとんど一人で城門前にいた兵士たちを倒してしまうわ。金魔王クロードを倒してしまうわ。おまけにマキシ団長たるあのナターシャ・レイソンを倒してしまうだなんて。僕に対する闇でなくて一体なんだ。ああ、話を聞いた限りだと君との戦いの後すぐに死んだらしい。みんな君の話ばかりしているぞ。僕のことなんてちっとも話してくれやしない。君は全部知っているんじゃ。そうか。おっと、出てけ。アス、あまり無防備には歩かない方がいい。どこにボルド兵が潜んでいるかわからないのだからな。と言ってもお前に勝てる兵などそうそういないか。今はつまらないところでお前に死なれたくないから。もしも死なれてしまえば我が軍は一気に敗戦に追い込まれてしまうかもしれない。大げさではない。多分本当にそうなるだろう。少し情けないがな。でもそれくらいにお前は強い。頼りにしている。だからお前は頼もしくなったな。最初とは目がまるで別人のようだ。もっとも私の見方が変わっただけかもしれない。最初はただの落ちこぼれとしか見ていなかったのに。でも今では恋人だ。アス、私はアスのことそう思っていても構わないか。私の勘違いということは。ならよかった。あとで町外れにある森の方に来てくれないか。あ、とにかく待っている。アス、誰もいないな。私たちの他に誰もいないだろうな。いるのか。どこだアス、どこに何がいた。そうか、よしアス、もう少し奥に行くぞ。なんだ、誰？そうか。なんだ。それはその、だってそれはそうだが、私はどうも普通に台所で料理を作るのは苦手で、こういう野外でする料理の方が慣れているし、それにその、誰かに見られたりしたら恥ずかしいじゃないか。私が作った料理を2人で一緒に食べているところなんて、そんなあからさまに恋人同士にしか見えないところ。だからほら早く食べてくれ。そうか、よかった。あ、そういえば、でもあの時よりは腕を上げたつもりだ。練習したから。そんなことだろうとは思ってた。でもいいよ、アスはそんなこと覚えなくても。その、私がやってあげるから。黙り込まないでくれ。それはなんとなく最近アスが落ち込んでいるような気がして、なんとか慰められないかと思って。それでやっぱり迷惑だった。あ、なんと。ですから首都がロアーナ軍によって制圧されたと。そんなことは外を見ればバカにでもわかる。それよりその前だ。失礼いたしました。何分あまりにも報告事項が多いもので。ええ、アムルに潜伏していたレイティア様たちが捕らえられたということに関してでしょうか。そうだ、全員捕獲されただと。まさかそんなはずは。いえ、残念ながら確かです。何でも聖騎士団が出動したようですが。また聖騎士団か。サージェスが裏切ったことで少しは組織が弱体化するだろうと思っていたが、それどころか。しかしビンスフェルト様、この一斉捕獲には妙な点があります。妙な点とは。はい、何でも向こうはこちらの居所を完全に把握していたそうです。ですからものの数時間で捕り物劇が終わったそうで、こちらから見れば逃げる暇もなかったそうです。確かに妙だな。内部に裏切り者でも出たのか。そのようです。やはりここまで我が軍が追い詰められている状況では出ても不思議ではない。失礼いたしました、ビンスフェルト様。しかし、ボルド軍は鉄の結束を誇ります。今後、このようなことは決して。今後とはいつまでのことだ。ビンスフェルト様。しかし、レイティアまでが捕らえられたか。あのレイティアまでもか。聖騎士団にレイティア様を打ち負かせるような者がいたとは恐ろしいことです。もしや最近噂になっているアスリジェルドという名のものでしょうか。ビンスフェルト様、どうなさるおつもりですか。ここは城の羽橋を下げろ。ビンスフェルト様、正気でございますか。そのようなことをしたら一斉にロアーナ軍が。だからといってこのまま永遠に籠城などしていられるわけがない。ですが、それに俺が出る。俺が出て戦う。ビンスフェルト様、最後の正念場だ。俺は自分の命を落としてでもロアナ軍を全滅させてみせる。お前はもう下がれ。はっ。こんなところで我が野望がついえるか。まだ何か用か。下がれと言ったはずだろう。なんだお前は。なんでこんなところに。諦めるのですか。まだ諦めることは何でしょう。この世界を支配する真の力。あなたがそうであるなら、真に王にふさわしきものであるならば、あなたは私に対して。ここまで追い詰められている時にか。いくら俺が神の末裔であろうと、数百万もの軍隊を相手には力を示される。真に力ある者こそを人はあがめ奉る。それはどういう。それにお前は一体なぜそんなことを。あなたが英雄を倒せ、あなたは勇者と魔王となる。闇に住まう神によって使わされ選ばれし者。この城にわしの軍旗が翻るかどうかはあなた次第。誰だお前は一体。おう、これもどう。これはあなたこそが持つべきもの。これはまさかボルスタッド。なぜこれをお前が。あなたこの力を振るうにふさわしい。分かった。お前が何者にせよ感謝をしよう。これで俺は奴らに目に物見せてやれる。どうぞあなたの力をお示しください。王よ。ああ、我が野望はまだついえてはいない。この俺こそが大陸を解放すべきものなのだからな。あなた真の前にふさわしい。何？